この人は楽しく走ってるけど、エンさんが何か、なんとか怖いものは見えたんですね。よろしくお願いします。毎度です。今回は、エンさんが走ってますね。はい。これは何というエフェクトですか？まあ一応、お化けエフェクトの走りとか呼んでるんですけど。あ、お化けっていうことは、こういう足が見えなくなる。はい。なるほど。で、いろんなパターン、これ何 ?3 パターンを書いて走ってるように見えます。足元をランダムに書いて走ってるように見せる昔ながらの手法ですけどそして後ろに小さいバージョンも書いてあって、まあ、縮小コピーしてみたんですけど、はい、アイラインがあったとするとカメラ位置この高さで、はいはい、そこに合わせてこういう小さいのを、ああそのあじゃあアイラインを合わせて、まあ、そうすると直接カメラに近づいているように見えるんです。あカット、あじゃあ直接前に来るでもこういうギャグではよく使う手法なんで、デジタルの撮影ですんで、はい、3枚この走りのリピートを作って、これを縮小してどこにでも指定しておけるわけですよ。1 2 3 4 5 6、これを7 8 9とする。最初 1,2,3 のリピートでありますよね。はい、ここら辺にパッと移動して、でまた中割りなしにすごい手前に来るという見せ方ができるんで。なるほど。じゃあ本当に中割り書かないんですよ。そうですね、 1,2,3 と4,5,6 の間に特にテレポートエフェクトは必要ないんですか？まあこの場合必要ないですけど、以前やったお化けエフェクトで移動するのもありですよ。ああ、わかりましたと、まあこれは一例で、他にももう一つ、これは正面の走り、今言ったように横の走りで、これがスライドインアウトさせてもいいその場で走らせてもいいし、あじゃあこれも3枚別の。そうですね、キャラクターは全く同じトレース、どうせならね、尻尾をなびかせた方がいいかもしれないし、ヒゲもぶらせた方がいいかもしれないし、なるほど、まあそれはお好みで。最初のパターンで髪が動いているようになるんですか？うん、あそれ全然ブレさせてもいいし、同じトレスでも構わないし。わかりました。足元の応用ということで、もう一枚こういうのもね作れるんですよね1,2,3、足がこの3つのパターンが、そうちょっと潰しながらくるくる回してる感じなんですけど、で最後に伸ばしてる、はい、でキャラクター頭の動きもあるんですか？そうですね、高さはもうこれに合わせて変えてあるんで、高さ。あこれどういう場面で使えるんですか？上がったり下がったり、まあ感情を表す、慌ててる時でもいいし、楽しくしてる時でもいいし。確かに地面の形と関係ないですね。そうですねこのブレてるところはどういう風に書いてるんですか？あ風を感じるエフェクトということで、腕も動いてますね、はい、下がっている状態で腕が上がっている、うん、これも中割りなしで、はい、とまあ走りのパターンにもいろいろあるんで、こういうのも知っとくといいかなと。特にフラッシュアニメーションとか、あこういうの結構対応できると思うんで、こういう風に動かせば、はい、背景を動かす、かせばいいんですね。そう、その時フォローでやるならこれはね、このままで背景を後ろで流してあ面白そうですね、うん、こういうお化けになるエフェクトだと、うん、なんかリアルなキャラクターが合わないとか、うん、そうですね、だいたい二等身のキャラクターの方が合うかなと。そうですね、手とかデフォルメ的な形の方が合うんですか？まあギャグだからそんなに線が多くてもしょうがないんで、分かりやすく表現するためにはこれぐらいの線の多さでいいんじゃないかなと。あとは目の描き方とか。そうですね、まあ点にしてちょっと驚いたような感じで、結構驚いた時に使う表現なんですよ影とかはどこにつけるんですか？まあ、これはシャツの下につけてるんですけど、うんうん、口が大きくて見えないけど、まあ首のあたりにつけたりとか、ものによってはこういうところシャツの影をつけるとか、うん、そんなには必要ないと思いますよこういう時。そうですね、あここの下の影をつけてみたんですけど、うんうん、これも普通に このブレっていう、そうですね、速い動きを表現するためにブラシを使ってもいいし、タッチで表現してもいいし、でも1と2と3は必ず違うところに。そうですね、ランダムに見えるように。
この泡のどういうエフェクトがある、うん、汗ですね。汗確かにこの人は楽に楽しく走ってるけど、エンさんが何か何とか怖いものは見えたんですねどういう背景描くんですか。カメラ位置をここって決めちゃってるから、はい、まあ、パースは普通こうなりますよね。で地面があるっていう風な解釈になるんですけど、アニメーションだから嘘ついていいんですよハイレベルはこことしても背景は山とかは固定して地面だけなんか動いてるようにすればいいんですか。そうですね、もう両方を崖にしちゃって、でこれもうフレームがここまでだとすると足元見せなくていいから、この背景をゆっくり引いてあげれば走ってるように見えるんです。アニメーションの場合は特に素晴らしい特別な技、秘密技聞きました。まあデジタルの撮影なんで最近ではこの背景とキャラを別々と考えて、背景をトラックバックしていくと遠くになっていくでしょ、だんだん。あ、そういう風に見せることが多いですね。あ、なるほど、面白そう、はい、じゃあこれからこういうエフェクトはどういうところで使えるか楽しみですね。はい、バイバイキーンありがとうございます、はい。